限界なんだわ。一言で言えばもう夢の場所だと思います。潮と潮のぶつかる限界の場っていうのは、大物狙いに来る人にとってはやっぱり憧れの地だと思いますね。自分の想像を超えることが結構多いので、大物のひな技に関して言えば、まずタックルも含めて心構えだったりも含めて準備がやっぱ7割とか8割ぐらい。チャンスはね、そんなにないんですよ。釣ろうということしか考えないですね。いい釣りをしよう。キャスティングのビッグゲームになるとチャンスが少ないんですよ。だからもうずっと投げ続けなきゃいけない。タックルが軽いとずっと維持できますよね、ゲームを。来る確率は上がると思いますよ。まあ当然海の中も見えないし、魚がどこに泳いでるかってのは分からないですけど、見えないところは感度で感じ取るしかないんですよね。それがやっぱりね、リールの巻きが軽い方がより鮮明に分かるっていうところですね。ジグの重さを感じられないぐらいリールの巻きが軽くなってます。水中想像するのはすごい大事です。風がちょっと吹いてきたからどっちの風かなって感じたり、ちょっと強くなったからもしかしたらもっといいかもしれないとか。で、船長がそういう一言一言がよりヒラマサに近づいてるっていうのが自分の中でこうイメージした方が次の一投で来るんじゃないかとか。釣れる瞬間ってなんとなくこう雰囲気が違いますね。風向きだったりとか、なんかやっぱ肌で感じるんでしょうね。鳥肌が立ったりとか。気持ちがすごい大切だと思います。出てくるって。あ、来た。あ、乗った乗った乗った。パワーを感じました、リールに。もう楽に主導権に入れますよね。ドラグ性能がいいです。でものすごく安心できますよ。1日の中で1回でいいんですよ。ただその1回は物にできれば、で不意に来る大物にも十分対応できるし、このタックルで取れない魚はいないんじゃないかっていうところが思うんです。究極の魚と出会うための道具として、まだね、見たことのない大物と対等に戦ってほしいですね。